それではただいまから平成22年度当初予算案の発表を行います。ご指示をしております。お願いいたします。はい、どうも皆様お集まりいただきましてありがとうございます。まず、今日は平成22年度当初予算案で、概要についてのご説明ですけれども、まず、事業全体ですね、平成22年度の事業運営方針、これをどうしていこうとしているかというポイントからご説明をさせていただきたいと思います。22年度の事業運営方針ですけれども、一言で言うとしたらですね、これは当初予算も含めてということになりますけれども、新たな挑戦に向けた仕込みと基盤づくり予算であるというふうに言えると思っております。でこの事業運営方針のポイントとしては5つほどあるというふうに考えております。1番目はその今の仕込みと基盤づくりということでありまして、これは実質的なスタートの年として今後4年間の重要政策の仕込みとそれから行政運営の基盤づくりをしっかりと行うということであります。そして2点目が切れ目のない緊急経済雇用対策を実施するということであります。足元の厳しい経済情勢に鑑みまして、重点的な緊急経済雇用対策を切れ目なく継続していくと、こういうものであります。そして3点目がスピーディーなマニフェスト実行であります。これは広島県の活性化を図る挑戦と実現マニフェストの具体化につきまして、実行可能なものはできるだけ早期に着手し重点投資をするということであります。そして4点目、財政規律と財政健全化の推進であります。これは選択と集中を行って、今申し上げたような重点分野に資源を振り向けつつ無駄を排除して厳しい財政規律を維持します。そして財政健全化を図るということであります。そして5点目が県政コミュニケーションの充実ということでありまして、県政に関するメッセージを積極的に発信するとともに県民の皆様の意見を吸収して双方向のコミュニケーションを図っていくということであります。それをもう少し各点について具体的に申し上げていきますと、まず1点目の仕込みと基盤づくりというところでありますけれども、これは来年度ですね、いろんな計画とそれから検討のラッシュになっていくと思っています。で、例えば次期総合計画としてですね、10年後を見据えた広島県のビジョンを作るということを行います。またこれに連動して産業振興ビジョン、新農林水産活性化行動計画、あるいは子ども夢プラン、これはもうすぐ策定のタイミングになりますけれども、こういったものを作ってまいりますし、瀬戸内海の道1兆円構想であるとか、産業革新機構の準備ですね、それからがん対策日本一に向けた具体的な検討、あるいはドクターヘリの検討、高精度放射線治療センターをはじめとする地域医療再生計画の推進、こういった諸施策の具体化に向けた検討と準備を大きく進めます。また基盤づくりという点では中期財政健全化計画、そしてそれに連動する行政システム計画を作っていきますし、行政サービスの質向上とコスト抑制を両立しながら権限移譲を進めるため、これまで進めてきた権限移譲や合併の実態をレビューした上で新たな文献化計画を策定します。またこれは内部的なことですけれども、皆様もご存知の通りミッションステートメントの策定であるとか、ブランバグランチと呼んでいる、これはまた英語で恐縮ですけれども、
職員とのですね、昼食懇談会、などを行うことにしておりまして、町内改革を進めていくということも併せて行ってまいります。こういったものをですね、着実に進めていくということで、仕組みと基盤づくりということを進めてまいこうと考えております。そして2点目の切れ目ない緊急経済雇用対策ですが、これは672億円の15ヶ月対策を行っていくということとしております。平成21年度の補正予算と合わせて昨年度を上回る15ヶ月予算を実行します。21年度の15ヶ月を見ますと総額509億円でございましたけれども、22年度はこれを672億円に加算して実行をしてまいります。それから3点目のスピーディーなマニフェスト実行ですが、これは重点5分野について、重点5分野への取り組みということになります。マニフェストに掲げた5つの挑戦について、平成22年度から直ちに取り組むべきもの、そして取り組むことができるものについて積極的に実施をしていきます。これは具体的にはまた後ほど予算の詳細の部分でご説明をしてまいります。そして4点目、財政規律と財政健全化の推進ということで、これはいわゆる借金の返済と貯金の積み増しを行うというものになります。これは事業仕分けなどを通じて事務事業の見直しで46億円、内部管理経費の削減などで18億円などを歳出を徹底的に見直しておりますし、予算ベースで実質決済残高を146億円削減します。プライマリーバランスが予算ベースで146億円の黒字になるということであります。そして財政の貯金であります財源調整的基金に29億円を積み立てることとしております。これは平成4年度以来18年ぶりのことであります。そして5点目が県政コミュニケーションの充実とでございますけれども、これはすでに進めております湯崎秀彦の宝探し、これは原則全市町で実施をしたいと思っておりますし、これはスケジュール上多少ずれ込むこともあるかもしれませんが、原則そういうふうに対応していこうと思っておりますし、また市長のですね、いわゆる市長をですね、宝探しの方は県民の皆さんということになっていますけれども、市長等ともですね、県政懇談会をやっていきたいというふうに考えております。そして、より効果的な情報伝達方法であるとか、あるいは伝達すべき内容そのものですね、こういったことを広報戦略をですね、再構築をしていきたいというふうに思っております。以上の5点がですね、来年度の行政運営の事業運営方針のポイントになりますけれども、これらは重点的な予算項目もありますし、予算項目でないもの、あるいは内部人件費による人的資源の重点配分といったようになるもの、こういったものもございます。そういうことも含めてですね、今その予算の前段として全体ご説明させていただいているわけですけれども、いずれにしても当然この来年度の事業運営にあたりましては、従来から申し上げている県民起点、現場主義、そして予算主義から成果主義への転換というのをですね、この視座を徹底して進めていきたいというふうに考えております。